今年中に捨てておかないと来年の1年も邪気がたまったまま過ごすことになってしまいますよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。年末年始の大掃除、今回は年内中にこれを捨てておけば気持ちよく新年を迎えられるというあなたの断捨離ポイントについてお話していこうと思います。〇〇を断捨離すれば運気アップ、よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そもそも断捨離というのはインドのヨーガでは断行、捨行、離行とね、そういった執着を手放す考え方を日常生活に取り入れて応用した考え方が元になっております。それぞれの頭文字から不要なものを断ち捨て、物への執着から離れるという本来の思いを込めて断捨離と言っております。そんな断捨離、あなたは実際やったことございますでしょうかね。実際やってみますとね、ここはね、まあ性格が現れると言いますかね、きっぱり仕分けて物の執着を断てる人と、いやー今は使わないけどな、でもいつかね使うかもしれないなーなんてね、なかなか手放せない人とね、大きく二通りの人がいらっしゃると思うんですが、実は私もね、もともと捨てられない人でございました。でも今では割とさっぱりね捨てられるようになりましたよ。いやね、実際に断捨離をしてみると物は整理されてすっきりしますし、生活環境も広がりますしね、空気の流れも感じられていいことだらけだと言っても過言じゃありませんので、ちょっと騙されたと思ってね、一度腹をお決めになってね、断捨離に臨んでみられることをお勧めしたいと思います。使えるけど使わないものをいつまでも大切に持っていたところでね、せっかくの自由空間を潰してしまっているだけの状態でございますからね、そっちの方がもったいないと思いますよ。断捨離は一度手放すことができると、実はね次から次へとね手放す勇気というかね、執着から離れやすくなるもんでございます。何でも最初の一歩が肝心なんですよ。もし自分が使っていたお風呂でももらっていただける人がいれば、快くお渡しいたしましょう。風水でもね、不要なものを整理すると大きな幸運を呼び込むことにつながるというのは、これ基本中の基本とされております。不要なものを手放して本当に必要なものだけを残す、そういった断捨離はもうすでにね定着しておりますよね。風水の観点から言えば、人間関係は縁の木でもある風から生じるものと考えておりましてね、物が多いお家には当然流れが滞って風が通りづらい状態になります。そうなってしまうと、あなたとご縁のある人たちの間で人間関係のトラブルを呼び込みやすいとね、そういった警告されておりますよ。私もその通りだとね実は思っております。見方を変えれば、自分の身の回りの整理整頓もできない人は人から信用されるのも難しいんじゃないかなと思います。自分のものを雑に扱う人イコール人との付き合い方も雑というね、この因果関係であるような気がいたしますけれど、どう思われますか。逆に自分の身の回りのことがきちんとできている人にいい加減な人は珍しいのではとも思います。まあいずれにいたしましてもね、今年中整理整頓を完了して気持ちよくね新年を迎えていただきたいと思いますので、これまで断捨離とは無縁だったという方や、整理できない悩んでいる人でもね、手をつきやすい断捨離ものをいくつかご紹介していきたいと思います。まずポイントとなるのが、捨てた方がいいものって一体何ってことなんですよね。捨てるものの基本はズバリ気分が上がらないものなんです。断捨離をしているとね、捨てるべきか迷うものが出てくると思うんですけれども、そんな時はその品物をじっと眺めてみてね、あなたの気分が乗らないものだったら潔く処分するようにいたしましょう。なんとなくね置いてあったりとか、人からもらったけど苦手だなぁとね感じていたりするものは、いくら大切にしまっておいたとしても、いつまでたってもいい運気を運んでくることはございません。逆に心が動かされるものとかね、心が明るくなるようなお気に入りのものは大切に残すような意識で仕分けしてまいりましょう。人からせっかくプレゼントしてもらったものだし、捨てるのは忍びないなぁ、そう思われるお気持ちは痛いほど分かります。かつての私もそうでしたから、よく分かります。でもね、結局ね、使わないものはどこまでも使えませんし、自分にとって不要なものはね、もうどこまでも不要なものなんだと思いますよ。そういったものは今年中に捨てておかないと来年の1年も邪気がたまったまま過ごすことになってしまいますよ。ということで、断捨離用にぜひね見直していただきたい品物をご紹介していきたいと思います。今年中に捨ててほしいもの1つ目、衣服。これはね、もう断捨離の定番中の定番と言えます。そういえばこの服何でも着てないかもとかね、買ったけどサイズが合わないからなかなか着る機会がないなみたいな洋服ってタンスの肥やしになっておりませんか。あるいはまだ着られるしな、捨てるのはもったいないからといってね、毛玉だらけのタイツとか、肌触りが悪くなったタオルとかね、あとはね底の抜けたスリッパとか、風水的に布類はね縁を司ります。もう着る機会のない服とかね、古く傷んだ布類は残しておいてもネガティブな気を寄せることになります。そういったものはね、もう思い切って断捨離していただ
ただく方がよろしいかと思いますよ。あるいは布類だとね、大掃除の雑巾代わりに使い捨て状態で最後のお役目を果たしてもらうのも良いかと思います。特にストッキングとかタイツなんかだとね、お風呂場の蛇口とか台所のシンク磨きなんかに、ね、非常に効果的だったりしますので、違う用途として再利用されるのもお勧めいたします。そうやって衣服の整理ができるとすっきりしてね、新しい風が通るようになりますし、新しいご縁とかチャンスに恵まれるようになるかと思います。今年中に捨ててほしいもの2つ目はぬいぐるみ。ぬいぐるみはね、運気を吸い込む力があると言われておりますからね、良い運気を吸い取られてしまう可能性もございます。愛着の湧いた気持ちのいっぱいこもったそのぬいぐるみ類を手放す際は、人形供養を行っている寺社に持ち込んでね、供養してもらうことをお勧めいたします。あるいは和紙に包まれて感謝の念を込めて、ありがとうね、今まで本当ありがとうってね、そういった感謝の言葉を伝えながらね、処分するようにいたしましょう。気をつけなければいけないことは、ぬいぐるみ類に自分の執着心を残しながら処分することでございます。執着心を持ったまま処分いたしますとね、そんな自分の念で自分自身の運気を下げることにもつながりますので、ご注意くださいませね。今年中に捨ててほしいもの3つ目は、いらない書籍、本、雑誌。本や雑誌などの紙類はどうしてもね、埃が溜まりやすくなります。埃の溜まりやすい場所や埃そのものは気の流れを妨げてね、運気が滞りやすくなる代名詞でもありますからね、読み終えた書籍やもう開くことのない雑誌類は潔くで処分いたしましょう。あるいはね、電子書籍にして保存するのもよろしいかと思いますよ。あとなんとなく残しておいた紙製の箱とかね、紙袋はね、使わないのであればすっきりと断捨離することをお勧めいたします。理由は書籍や雑誌と同じくね、埃や邪気を溜めやすいという理由ですよね。使えるものは使えるものとして日常的にちゃんと使うようにいたしましょう。ただね、積み上げてるだけのね、購入した時の商品の箱とかお土産などの入れてあった紙袋類はもったいない気もいたしますけれども、そんなこと言っていたらキリがありませんのでね、使わないなら処分いたしましょう。中身のない箱や紙袋の考え方は、中身が空イコール生命力がないということになります。生命力のないものはネガティブな気を集めますのでね、使う予定のないものはきれいさっぱり処分することをお勧めいたしますよ。今年中に捨ててほしいもの4つ目は、使っていない欠けた食器。食器は土の木を持っておりますので、金運を司る場所、その食器類を保管する食器棚も金運アップには欠かせない場所でもあります。一部欠けている食器、安価で購入した食器、デザインが珍しいしいただいた高価な食器でも出番のない使わない食器は特に重点的に断捨離するようにいたしましょう。いやー、もったいないと思うかもしれませんけれどもね、それは断ち切るのが断捨離でございます。食器は人の格を決めるとも言われておりますからね、仮に高級食器を棚の肥やしにしていて出番がなくて、普段使っている食器万が一壊れてもしょうがない安い食器を使っているとなればね、人の格を決めるという意味ではあまりいいことではないと言えますよね。一流の人になって一流の生活をしたければ、一流のものを使え、一流のものを身につけて、一流の人が泊まるホテルに泊まって、公共の交通機関を使った移動もファーストクラスかグランクラスの座席に乗れみたいな標語を昔どっかで見た記憶があるんですけれども、それは人の格という意味では一理あると思いました。食器類に関してはね、皆さんこういうことあると思うんですけれども、安かったからね、予備も含めて大量に購入してきたけれども、まあ、そうそう壊れるものではありませんしね、結局そういったね、使用頻度の低い食器類を思い切って断捨離すれば運気アップ、金運アップが期待できるかもしれませんよ。逆に金運を司る食器だからこそね、処分方法に注意いたしましょう。ただ捨てるのではなくて、不要になった食器に粗塩をね、ひとつまみ振りかけた後、少しずつ割って傷をつけます。そのひと手間加えるだけでネガティブな気を溜め込まないようにできますよ。割るのが難しいようであれば、粗塩を混ぜた塩水に食器をつけておくだけでもね、これリセットになりますからね、ぜひ行ってみてくださいね。はい、ということでね、断捨離初心者でも手をつけやすい品物4つご紹介させていただきました。今年中に捨ててほしいもの1つ目は衣服、2つ目ぬいぐるみ類、3つ目いらない書類、本、雑誌、4つ目使っていない欠けた食器、以上の4つでございました。今年も残りわずかとなりましたね。ざっとね、家の中をこうね、眺めてチェックなさってみてくださいね。邪気が溜まったものを捨てて、心機一転した住空間で新たな年を気持ちよく迎えましょう。ということで、今回の話が参考になったよと思えたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。